た白のコスチュームは西山誠也、昨年プロレスリング支援に参加した選手でございます。さあ今日はね、赤コーナー最後は金陽介後藤哲也君というチャンヨーちゃんと各チーム勝手に後藤が決戦者としてユニット1勝のシリーズを選びます。さあそれです、
して、西山誠也さん、2人はこれ東京仕掛けに行くんですか。何をするでしょうか。さあ、1回で勝って、もう一度ロープに行きます。さあ、ヒットズ、そして今度はドン、バチバチ。てっちゃん、ひろちゃん、どうやらね、チームワークがしっかり取れているみたいですね。おじさんこい。さあ、エルゴスマッシュ。さあ、気がつけば大丈夫。さあ、ここで対応戦が取られたくない。しかし、取られない代償はさあ、キックリスクでございます。さあ、そして、お、飛び乗った。おっと、これが大ここはタッチに行きたいところ。さあ、西山製の手が届きました。さあ、タッチが成功する。さあ、今までね、さあ、鬱憤が溜まっている。さあ、西山製は一気に爆発させたいところであります。さあ、しかし、さあ、こう背後からね、さあ、背面から強盗がやってまいりました。さあ、後ろの2人を取ります。あ、しかし、これはどうか。さあ、西山が、さあ、この強盗を、さあ、そして、さあ、キーを、さあ、2人まとめて、そしてさあ、真ん中辺りに設置しましたね。そして、さあ、ちょっと上にフェイスマスクあるね。さあ、下にまとめて料理していきます。さあ、ここでホイール、ホイール。さあ、西山がホイールですね。さあ、そして、さあ、体格同士ですね。さあ、ここから助走をつけて、わーっと、強烈な膝。だが側頭部ですね、側頭部さあ、つらくて、こうしてくれました。さあ、さあ、こっちに走りましたね。そして、おっと前から思い切り蹴っていた。さあ、カウントに入るか、この2つに返していった。さあ、滝陽介もね、あれだけ詳しい話してますからね。しかし、おっと、これ、さあ、西山が吠えますね。さあ、これは得意技だ。さあ、得意技だ。さあ、膝を入れていきました。さあ、そしてまた下の奥に振って、あーっと、ドロップキック。
さあ、大きい寄り上げ、大ピンチ。さあ、返すことができるか。さあ、そしかし、幸せが止まらず確保になりました。10分経過、10分経過。さあ、そして場外へ。さあ、ここで決めろ、決めろ。さあ、決めろ、決めろ。さあ、ここで決めろ。さあ、そのまま、得点の道が届かないのを狙うか。さあ、ここで着地。さあ、ここでチョップ。参りました。さあリングの上はさあ大久保役所後藤哲也の、さあそしてこれはチンバックルが返すですね。あーっと揺らします揺らします。さあそしてラシンが一回あーっとこれは得意のマスキングをさあ DDT で返していきました。逆に大久保のノータンがマットに突き出ました。さあこの後返しのマットが2つ。今日もやったね。今日もやりましたね。オッケーオッケー。てっちゃん、ようちゃん、ようちゃん、てっちゃん、てっちゃん、ようちゃん、ようちゃん、てっちゃん。どっちでもやる。どっちでもいい。まあ我々てっちゃん、ようちゃん、ようちゃん、てっちゃんダック二回目ですけど二連勝、うん。そうやね。いい感触やね。いい感じですね。うん。まあこのまんま我々がタックのベルト、うん、面白いかもな。かもしんないですけど、うん、まあまあまあ。あ、積み立てていこうか、これからな。コツコツとやっていきましょう。うん、ちょっとずつレベル上げて。どんどん上狙えるように頑張ろう。行きましょう。オッケー。じゃあまたよろしくお願いします。行くぞ行くぞ。全然物足りない。全然物足りないよ。今日はね、試合負けたかもしんないけども、全然、まだまだ俺はやれた。これからね、まだまだ、俺はどんどん燃えて燃えて、もっといい試合を、これからも、やっていく。皆さん、期待していてください。